して。目を覚まして。所長。遠き島へと流れゆく老いたる左脳は蜜の味。ヒムロ君、所長返しなさい。夢にうつつに現れる私は夢の守り人。無知猛埋の凡人が聖なる夢に触れたならどんな裁きが下るやら。おお、お前はいつぞや助けた気発性の高い田舎娘、息災であったか。7時半に通りかかったヨガ不在通知なら、その方カップ麺のつゆと消えたであろう。その説はありがとうございました。今日はあの時のお礼に。ほう、礼とは四角いか。いいえ。このようにもっと丸いもの。ああ、入ってきた。パプリカ思い出した。アラ領事で行くわよ。パプリカ、こら、なんてこと。こら、そんな。おお、あう、ふう、ふう。お帰りなさい、所長。あのパレードはどこに向かっていたんだろう。行けば二度と戻れない彼方でしょうね。もう少しで世界を思いのままにできる、そんな気がしたよ。あれは重度の古代妄想患者の夢です。あの中に囚われた所長は脳波が弱まり、肉体的にも死に至る寸前でした。だからパプリカが。ありがとう。2年前抑うつ症を治してもらった時と少しも変わっていなかったよ、君は。そう伝えておきます、パプリカちゃんに。それにしてもあの実直な氷室君が犯人だったとは。さてこれから私はどうすればいい、千葉君。何もしないでください。え、理事長です。おそらくこれを機に DC ミニの開発中止を決議するつもりでしょう。理事の一人でもある所長が入院していれば。理事会は開けない。もしもし。おお、小中はどうだった、その例の。もっと早くに頼むんだったよ。こんな心地いい治療ならな。くれぐれも内緒だぞ。ずっと秘密にしたいくらいだよ。サイコセラピーマシンが公に認められるまでパプリカは存在を許されない。まさに夢の女性だな。夢の女は大忙しね。疲れてるみたい。私が夢探偵しようか。最近私の夢を見ていない。